はい、皆さんこんにちは、今回は町へ行こうよ動物の森実況の第9回目ですね。はい、お相手は私誠がやらせていただきます。それでですね、今日は、フリーマーケットのある日曜日です。で、動物たちは早速もフリーマーケットを見て歩いてるのかな。画面にはね、ブレンダさんが今歩いてますが、僕は今売れるものがないので、ほとんどないので、まあとりあえず動物の家のフリーマーケット今回は覗いていきましょう。はい、それじゃあ始めます。はい、改めましてこんにちは。じゃあね、ちょっとフリーマーケットとりあえず誰かの家にちょっと遊びに行ってみましょうか。じゃあ、ここね、ヤシの実植えたんですよ、あれから。ちょっと失敗しちゃったな。これね、枯れちゃいます。なので、ちょっとね、引っこ抜いておきますね。このヤシの実、本当だったら、成長してなきゃいけなかったんだけど、今回は失敗しました。はい、じゃあ早速ね、そこのレイニーの家から遊びに行ってみますね。何かあるかな？はい、レイニーの家です。フリーマーケットやってくれてるかな？あ、いらっしゃいませって言ってますね。どうでしょう？まあね、部屋の中はまあパッと見た感じはいいようにできていると思います。買いたいものありますね。はい、じゃあね、僕がこのレイニーの家の中で欲しいなと思ったもの、これね、ほとんど売り物なんですよ。で、これからね、春が終わると夏が来ます。で、ちょっと早めなんですけれども、この扇風機、これをね、押されてるこのね、扇風機をね、僕は欲しいのでちょっと買ってみますね。どうだろう。はい、じゃあ扇風機を、あ、売るつもりはないのか。じゃあダメだな。あとはじゃあそこのカエルの椅子、カエルの椅子は買えるかな。はい、お、フリーマーケット用にわざわざ取ってあったんですね。539ベル、今の僕の手持ちが1367ベル。どうしよう、今ここで買ってしまうと他のみんなの家行った時に買い物ができなくなるかもしれない。どうしましょうでもレイニーのなんかあの顔を見てるとなんか買ってあげたくなっちゃうな。じゃあここは買っちゃいましょう。はい、ありがとうございます。じゃあカエルのチェアも幸せですねってことなので、大事に使っていきましょうね。じゃあレイニー、ありがとうね。また今度ゆっくり遊ぼうね。じゃあね。はい、じゃあ早速お買い物。カエルのチェアを一つ買いました。じゃあ他のね、みんなはどんなのやってるかな？ちょっと回ってみましょう。本当だったらね、僕も自分の家にいれば動物が買い物に来たんですけど、ちょっとね、ほんと物がまだ全然ないので、今回はね、動物の家に買い物に行くだけにしましょう。さあ、あ、ジンペイ、フリーマーケット中？いいもの見つかるといいね。また後でね。じゃあ、ここはね、マーサかな？
誰かな。あ、ペチカだ。ペチカ。はい、じゃあちょっと見させてもらうね。結構ね、高額そうなものも置いてありますね。このグランドピアノ、メトロノーム、観葉植物があるな。僕の部屋狭いけど観葉植物がないので、ちょっと一つ買えそうなの買ってみましょうか。これがいいな。これはゴムの木かな。これは何？うん、見つかったよ。うん、このこれが欲しい。ポトスなんだ。ポトスは売り物じゃないってことですね。そっか。うん、そう言ってるかもしんないね。じゃあね、こっちは、うん、一つ欲しいなと思って、パキラ574ベル。うわ、高いな。っていうか僕がお金持ってなさすぎるだけなんだけど。よーしょ、どうしよう、どうしようかな。迷うな。まあせっかく来たんで買っちゃいます。ペチカの子供だったんだじゃあね、大事にしますからね。また遊ぼうね。さてさて、困ったことになりました。もうね、これで多分買い物するだけのお金がないので、ちょっとね、これから僕金策します。で、金策の間ね、ちょっと皆さん暇になると思うので、ちょっとね、またお金貯まった頃に、始めようっていうか、まあなんだごめんなさい、カットしますね。お金貯まった頃までカットします。じゃあ僕こうやってね、今からさくらんぼを少しずつ売って金策しますんで、じゃあまた後でお会いしましょう。はい、お待たせしました。ですね、早速じゃあまた買い物を再開しましょう。ヤマト、ピータンとジーによってよくつるんでるだろう。まあ同じ鳥同士だからね。まだ二人で話してるとこは見たことないな。まああの子たちはね、子供だからまだ。よし、はい、ここにはブレンダさんがいますね。明日からまた新しい週間、そうですね。半身浴はね、まあ確かにいいかもしれない。疲れは抜けるかもしれないな。はい、それじゃあね、買い物の続きを楽しみましょう。ここは誰の家かな。ここピータンか。ピータンは何を売ってくれるかな。はい、じゃあピータンの家で買い物をしてみたいと思います。はい、じゃあね、どうしよっかな。鳥かごか。鳥2つあるから1つぐらいくれるかな。はい、じゃあね、ありました。これが欲しいです。売り物じゃないんだ。あー、そうなんだ。こっちも、あ、こっちはくれるんだ。まあ、売れないんだ。どうしよっかな。何か欲しいもの。植物。
ココヤシ。うん、売れないんだ。売ってもらえないの。あと欲しいものないよ、そしたら。ごめん、ピーター。また次回に来るよ。ちょっとね、ピータンの家では残念でしたね。僕の欲しいものが買えなかった。はい、ここにね、化石散らばってます。これはね、湯で終わった後で、全部掘り出して、いつでも鑑定できるようにここに置いてあります。またそのうちまとめて全部鑑定してみましょうね。はい、じゃあ次、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。時間がね、もったいないので、ここはジーニョ。よいしょ。じゃあ何か欲しいものを、あ、これいいな。物欲しさを。ありますね。じゃあ、レッドはいいので。ですね、洗濯物とか結構溜まったりするので。459ベル。どうしよう、買っちゃおう。はい、じゃあ男らしく買い物したっていうことで。よし、じゃあジーニョ、また遊ぼうな。さて、じゃあね、これで、とりあえず、一通り見て回ったので、どうしよっかな。はい、じゃあね、これで、今買ってきたものを早速、僕の家に置いてみましょう。はい、じゃあそこまでね、ちょっと飛ばしますね。はい、それじゃあですね、こんな感じで飾ってみました。で、ボーリングリターンはね、ちょっと邪魔なんでね、出さないでおきます。で、こんな感じになって、ここでしばらく待ってると動物が買い物に来ると思うのですが、来るかな？来そうもないですね。でね、ここにカエルの椅子置いたんで、こんな風に座ってね。あ、誰か来た。ブレンダが来ましたね。どれどれ。お構いなく。まあね、今買ってきたばっかのものなんで、売れないものもあるんだけど、なんか欲しいものあったら言ってください。お、何か見つけた。あ、ラジカセ？譲ってもらえない。いくらで交渉しましょう。じゃあね、200ベル。最初からある家具なんでね。お、200ベルで売れましたね。こっちも買ってもらって嬉しいです。でね、あとはこんな感じで物干し竿はここに置いてあります。で、パキラ。こんな感じでね、飾ってみました。ブレンダーまだなんか欲しそうにしてるな。あ、そうですか。ありきたりのもんで揃えただけなんですけどね。お、なんだ。あ、もしかしてカエルの椅子が欲しいとか言うのかな？うわ。これはね、今買ってきたばっかなんだよな。でも欲しがってるな。どうしよう。じゃあ交渉しましょう。600で。
あ、買われちゃいましたね。ああ、座るものがなくなっちまったよ。まあいっか。満足した？まあね、こんな感じで動物も買い物に来てくれますし、僕もね、さっきみたいに買い物行くことができます。これがね、今回見せたかったフリーマーケットですね。はい、じゃあ今回は、ブレンダがまだ家の中にいますけど、この辺で終わりにしたいと思います。では今回もご視聴どうもありがとうございました。はい、お相手は私、誠がやらせていただきました。どうもありがとうございました。